マーベルね、フューチャーレボリューションやっていこうと思いますということで、今ようやくね、ヒーローレベル、43で、スクワットランク22ですね。まあ一応ね、あのスパイダーマンで進めていて、途中でね、クリアできなくなって、どこだっけな、あのイエロージャケットのとこかな、あそこら辺でクリアできなくなって、一旦ね、アイアンマンやってます。ただ、アイアンマンと、あの、スパイダーマン以外はね、あんまりやる気しないですよね。まあ、来たらね、ハルクとかやりたいなと思ってるんですけどね。ただこのゲームなんかやってる時間の問題はありますけど、いろんなキャラを育てた方が、いろいろそういうミッションとかさ、まあ、スクワットレベルみたいのが上がっていくみたいなんでね、ちょっと考えどこっすね。いや、しかし、あの、美しいです。グラフィックがもう最高っすね。もうハマってしまいましたね。最近はこればっかやってるんで、ちょっと他のゲームに手が回らないですね。でまあ3日間くらいやってね、ようやく分かってきました。ちょっと注意した方がいいなと思ったことが、自分は昔ね、あの MMO、パソコンのさ、オンラインゲームにめちゃくちゃハマってたんで、まあ、まず何をやるかって言ったらやっぱ、アイテムボックスの拡張をやるんですけど、まずそれを第一優先でやるんですけどね。途中で気づいたんですけどね、このゲームも倉庫っていうのがあって、まあ、倉庫があります。しかもこの倉庫は、スクワットで共通なんで、ここの倉庫に預けて、違うヒーローにね、そのアイテムを受け渡すことができるんで、そういう立ち回りができるってことですね。これでだいぶ違ってきますよね。いらないバッジとかはもう全部倉庫に入れたり解体分解して、まあ星1と星2はね分解しちゃって、星3はねなんかコンバージェンスなんたらなんたらっていうのに抽出っていうのがあるんで、それにぶち込んでいく感じですね。コスチュームは今のところなんか大切っぽいんで売ったり分解したりはしてないですね。まあ、あとは本当ね、1日くらい経って分かったんですけど、何よりもこのゲームが大切なのは、作戦っすね。自分の中では。このブリッツ。まずこれをね、まあ、オンラインゲームっぽいさ、なんて言うんだっけ、そういうのなんて言うか忘れちゃったけど。まあ、1日、まあ、強敵バトルみたいな。これ、回数制限あるんで、これ必ずやって、このアイテムをね、手に入れた方がいいですね。またもちろん指名手配っていうのもちゃんとやって、とにかくあれですね、この作戦の回数制限あるイベントは、1日1回でオートでやれるんで、忘れずやった方がいいよって感じですね。自分はまだ解放されてないですけど、レイドとかも多分回数制限あるのかな、多分ね。あるんだとすればちゃんとこなした方がいいって感じですよね。あと、オメガ王対戦っていうコンテンツはまだね、自分できないんで。ここら辺も回数制限あるのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあ、あとはとにかくこのチャレンジ。このチャレンジっていうコーナーがね、これがね、他のゲームでいうミッションになってくるんで。どのゲームもですが、デイリーミッションはね、ちゃんと毎日やった方がいいんじゃないかなと。他のやつは多分累計だと思うんで。とにかくデイリーミッションを毎日やるって感じかな。まあ、あとはこの活動日誌でこういう欄を埋めていくっていう感じですよね。でもこれに関してはもうおまけだよね。とにかく毎日の回数のイベント制限をちゃんとやるって感じかな。それでやっぱコツ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 毎日やることで、強くなるっていう感じですよね。ずっとやろうと思ってて時間なくてやるの遅れちゃいましたけど、今となっちゃうね、本当に悔しいなって思ってるのがマンスリーログインですね。あ、今もう5日間も経ってるわ。でももう自分ちょうどだから最後のさ、28日ログインのさ、これが受け取れないんですよね。星5コスチュームボックス。これがね、受け取れないことがすっげえ残念ですね。あと3日間始めるのが早ければ。悔しいっすね。これが本当に悔しいっす。星5コスチュームの大切さ、今となっちゃわかるんで。今はまあ本当にストーリーをちょっとずつ進めてる感じですね。
結構それなりにね時間かかるんで、サブミッションとかやってるとね。あと個人的にねえぐいなって思うのが、まあ、結局コスチュームも、まあ、もちろんねコレクションのそういうミッションみたいなのありますけど、まあ、要はさ一つのテーマでさモダンとかさこういうニュースタークシティとかさ一つのテーマでさあの色がさ結構これだけあるわけじゃないですか。これをさなんていうの自分の好きな衣装、例えばニュースタークシティだったら一番上の色のシリーズで集めたいとするじゃないですか。多分これガチャでしか手に入らないと思うんで、そうなってくるとさ自分の好きなテーマでその色のコスチュームをさ4種類揃えるって相当な運っすよね。これ色変更の機能ないですかね。これがねなかなかえぐいなと思ってて、自分が好きなテーマで色を揃えるっていうのが自分の中で結構果てしないことになりそうだなと思ってますね。これがねきつそう。多分ね色によって別に性能は変わってこないんで、ただやっぱテーマによってあのそれなりにやっぱ性能違うみたいなんで、なんかオプションでさ攻撃だったり回避だったり防御だったりみたいな、そこら辺がねちょっとわかんないですよね。今のところ攻略サイトもないですからね、どのコスチュームがどういうステータスをしてるのかっていうのがあの調べるのが大変ですね。今のところ攻略サイトないですからね。そんな感じですね。とにかく、まあ自分はまだね、始めたばっかなんで、とにかくストーリーを進めていくって感じかな。あとは毎日の、そういう回数制限あるね、イベントをこなして、これに関してはもうヒーローじゃなくて共通っぽいんで、他のヒーローでこれブリッツやろうとしてももうできませんってなっちゃったんで。だからそこまでね、ヒーローをたくさん作ってもそこまで負担はないのかなと思いますね。例えばコスチュームボックスだってね、開封する前に他のキャラクターに、倉庫からね、移行できればいいわけなんだよね。あ、これ自分がログインするキャラクターもさ、ログインアイテムも共通なんで、例えば自分スパイダーマンが見えるんですけど、アイアンマンでログインボーナス受け取っちまったってなったとしても、別に倉庫使えばね、移行できるんで、コスチュームを開ける前だったら別にね、スパイダーマンだったりアイアンマンって別に決まってないんでね。まあ、そんな感じですね。あとなんだっけな。まあ、あとはないかな。とりあえず自分が気をつけた方がいいなと思ったなと、それくらいかな。最近ね、大切だなと思い始めたのが、本当製作所っすね。これ本当今日、製作所行ってみたんですけど、あ、ここでコスチュームボックスみたいのもらえるんだと思って。うん、これをね、製作所っていうのをやっていきたいなと思うんですけど、なかなか素材がねなかなかえぐいんで、そうそうできるもんじゃないのかなとも思いつつって感じですね。だからコスチュームをやっぱ手に入れる手段がね、まあ、なかなか、少ないんで、それがねちょっと難しいですね。まあそんな感じで、でもまだ開放してないイベントとかあるんでね、もしかしたらこのレイドとかでねコスチュームボックスランダムで落ちたりとかするかもしれないしね、うん、とにかくこういう特殊作戦とかでもねコスチュームも落ちるし、とにかくこの作戦ですね。レイドは何が落ちるか分かんないですけど、まあ何度も言いますが、とにかく大切なのはこの作戦の、この毎日回数制限があるイベントはねちゃんとやりましょうって感じですかね。だから早くねこの回数制限あるからさ、早くストーリー進めてさレベル100まで持ってって、この暴君の指揮まで解放させたいっすよね。マエストロ回数制限あるからさ、なんかもったいないじゃん、早くレベル100にしないとって感じですよね。ちょっとね、もうマジでハマっちゃったんで、最近こればっかやってるんで、ちょっと非常に他のゲームに影響が出てます。そんな感じで、どうもありがとうございました。